尾見川駅は千葉県香取市尾見川にある東日本旅客鉄道成田線の駅である相対式ホーム2面2線を有する地上駅ホームはかさ上げされていない二つのホームは古戦橋で結ばれている佐原駅管理の JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託する業務委託駅である緑の窓口多機券売機自動券売機 簡易水下改札機が設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は903人で、ある。JR 東日本及び千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り。水橋大みが少年自然の家、千葉県立大みが高等学校大みが駅前の、ロータリー、大みが駅の路線バス乗り場とネライナー号。 一般路線バス駅前ロータリーに、路線、市内循環、高速の各バス乗り場が所在し、以下の路線が乗り入れ、千葉交通などにより運行されている。また、隣の神栖市より、神栖市、コミュニティバスが乗り入れを行っている。尾ミ川、山田地区を走る循環バスは、山倉線を除き、すべて、尾ミ川駅発着となる。駅前ロータリーへ乗り入れる高速バスは、 沢原ルート経由の東京駅行きのみ、尾身川ルート、尾身川、わ、佐原ルート、夜行バスは、駅前へ乗り入れせず、尾身川バス停、または、尾身川支所バス停からの乗降者となる。なお、沢原ルートのみ、沢原駅北口調子駅間と、一部便が停車する、止水プレミアムアウトレットでの乗降が可能となっている。ありがとうございます。